さんこんにちは。こんにちは。バイヤーでございます。今日は YouTube スペースからお届けします。はい、皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。 YouTube スペースからお届けいたします。はい、今日はですね、バイヤーさん、YouTube スペースですから動画の撮影に役立つグッズをまとめて持ってきました。じゃん、こんな感じでてんこ盛りでご用意しております。我々が普段撮影に使うようなものも含めて。そうですね、実際リオナリ愛用のものとかもありますよ。愛用品まで持ってきたな。はい、実際使ってるよく見るもん。これとか特にそうですね、富士山とかでも大活躍でしたね。一押しでございます、はい、順番にいきましょう。はい、もうパパッとチェックしていきましょう。じゃあまず話題に上って、これからこれはですね、マーフロットという会社の、三脚にもなるし肩当てにもなるという、まあ、多機能スタンドなんですね。こんな感じで専用のアタッチメントをつけた iPhone をですね、ここにぐるぐるっとあのネジがついていますので、回すとですね、下手か。このようにですね、マウントにぐるぐるっとネジを回してつけます。そうするとクッと iPhone が固定できるので上に取り付けましょう。するとこのようにですね、この部分が伸びるんですね。そしてここのネジを緩めると iPhone がこう、スタビライザーになると。まあね、こうゆらーんとしてるので、もちろんもうちょっと、ね、ちゃんと調整してまっすぐ向くようにしなきゃいけないんですけど、ゆらーんとなるので、こうちょっとした手のブレとかをですね、吸収してくれたりとか、歩いている時にも画面がこうガクガクガクとならないという機能は一つ目。さらにですね、ここの部分がパカッと3つに割れるので、床に置くとですね、このように三脚になると。うん、止めましょうかね。この三脚になると。なので、うん、定点でこう村井さんを撮ったりとか、うん、まあみんなでこう記念撮影をしたりとか、うん、っていう時に使えるわけですね。そして最後の3つ目の機能がこうですね。主にこれかな。そうですね、うん、これは非常にいいですね。特に外ロケ、はい、肩の部分にグッと保持することでブレずに手で持ってるよりも、きっちりホールドすることができる。あと楽なんですよ。そうなんですよね、手だけでずっとこう撮影続けるよりも、これがねしんどいんですよね。もう一箇所でね支えることができるから、もうなんかその力の入れ方とかもろもろがすっごい楽になるの。富士山とかね結構これ言ってましたからね。そうですね、負荷なく取れるという意味で肩当てがついてという3つの機能がついたスタンド。負荷がなくはないよ、負荷が少なく、少なく、非常に少なく、はい、というのが、リオナリ愛用のマーフロットの、はい、機能スタンドです。さらにですね、こんな感じのライトだったりとか、今日はちょっとないんですけど、ここにつけるレンズとかね、他のアクセサリーもマーフロットという会社から出てますので、合わせてこう iPhone の撮影環境をパワーアップできるというおすすめのグッズです。はい、ちなみにこのついてるライトかなり光量あります。結構明るいんで、ピカこんな感じ。結構ねサイズもいいじゃないですか。結構便利に使ってますよ。夜間撮影、富士山の時とかもね、活躍してました。あとは高橋君のホラーゲームとか、なんかそのダーって環境を作って、暗くて顔がね光足りないなみたいな時とかに、ちょっとした感じでこれちょっと置くとね、結構顔だけ光が当たったりとかして、ピカッと、結構便利に使ってる。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、次はですね、皆さん、うん、自分撮りってあるじゃないですか、セルフィーってやつです。それに使える一脚、一本の足のやつですね。先ほどから引き続きこのマウントを使いましょう。これはもうね、使い方はシンプルで、まあ、インカメで自分を撮るとするじゃないですか、うんうん、その時にもうこうシュッと伸ばすとですね、こうどれくらいだろうな、もう私の両手を広げた幅よりかはちょっと狭いぐらいなんですけども、うん、広げられるので、こうやってですね、広い画角で自分を撮ることができると。例えば旅行先で使ったりとかですね、はい、例えばこう、まあ、もちろん自分でこうやってバリアーって商品紹介をしてもいいわけですし、いろいろな使い方ができると。動画撮影とかいいよね、記念撮影とか広いしね、はい、で例えば人混み、運動会とかでこう高いとこから撮るっていう時にも、これ伸ばすとですね、自分の身長のよりも高いとこから撮れるんです。確かに俯瞰の撮影ができたりとか、確かにいろんな使い方ができるんですよ。ただこの一脚一個すごいとこがあってですね、それだけじゃないです。三脚になるんですね。三脚にもなる。なのでこう固定で撮りたい場合は、三脚としても使えるという、カメラのグッズで有名な白馬さんというところのスタンドです。はい、とてもいいと思います。はい、最後いきましょう。これは最後のやつがですね、私これ初めて見るんじゃないかな。
これすごいんですよ。あのチェストマウントって言うんですけども、胸に乗せるための、胸に iPhone を取り付けて撮影をするための、まあ、台というかアタッチメントなんですね。早速開けてみましょう。はい、このね、インナーケースがあるのでそこにパチッと取り付けて 5.5S、 はい、5.5S ね。シュッとスライドさせて、このように蓋を閉じると、もうこれがね、防水になってるんですよ。あ、防水なんだ。そうなんです。でも対象機でもあります。おお、まあ、言ってしまえばあのアクションカメラの GoPro みたいに iPhone が使えるんですね、はいはいはい、なのでこれ私いいなと思ったのは、6とか6プラスに買い替えた時に、昔の iPhone どうしようかなみたいなことになると思うんですけど、そしたらもう動画の撮影専用の機材にしてしまうっていうのも一つありかなと思います。そしてこれここにかける、かけるんですね。ちょっとじゃあ私つけます、ね、はい、つけてください、つけてください。このようにかぶって後ろから2本バンドがこのように出てきてますから、おーこれです、ね、結構きっちり止められるね、固定できるね、はい、ここにフックがあるのでパチッパチッと止めるんですね。こうすることで、あの iPhone が胸の前にあるので自分がこう見てるのとほぼほぼ同じ景色が、映ると。ちなみにこのレンズつけてるだけで、ね、外して標準のカメラでも撮れるよね。付け替え式ですね。これ外してしまうと、ね、外せるね、防水ではなくなってますけどね、はい、通常カメラでも撮れます。これは今少しあのワイドアングルになってます、うんうん、広角ですね。これ楽ね、押さえる手すらも必要ないね。そうなんですよ、全くもうあのハンズフリーで撮れますので、例えば、このまま、自転車に乗るとか、なんですかね、あのサーフィンに乗るってきちゃいますしね。あ、防水だから。そうですね、ボードに乗るとかいろいろとこうアクションカム風に、あの野外で何かスポーツをしていたりとか、そういうことをするときにあの面白い製品です。え、待って、サーフィンまで大丈夫？大丈夫ですよ。え、そんながっつり海とか行っちゃっていいの？ジャボーンって入っても大丈夫です。へえ、すげえ。これはもう本気仕様の製品です。サーフィンであったりとか、あの衝撃が加わるようなスポーツとかでも全然取れると、うん、ハンズフリーになるのでとっても便利というわけなんですね。はい、はい、なので普段ちょっと撮ることができないような動画を撮りたいという方は、うん、こいつぜひぜひあのお使いになるといいんじゃないかと思います。はい、はい、というわけで今日は、YouTube の撮影、動画の撮影に役立つグッズまとめて紹介ということで、こちらの製品全部ですね今アップバンクストアで販売中ですので概要欄にリンクございます。ぜひチェックしてみてください。はい、バイヤー、さよなら。ご視聴ありがとうございました。 YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。